い、なんと Apple DS で今ドラゴンクエスト10がね、こう遊べている。これクイーンスライムがあるってことはキングスライムもあるってこと。今ねコントローラーで遊んでる感じですね。マルチでみんなとね遊んでる感じ。 Apple DS ですね。ほらこれに似てる感じのね。焼きそばって誰だよ。 Apple DS 焼きそば家の中にはちょっとね、焼きそばって何、若干こう文字とかほらカスちょっとはみ出てる感じあるんですけど、これがね超最新型のアップル DS です。いやーそんなわけでね、上と下でね解像度が違うんだね。まあ、こんなこともしてみましたが、ゲーム機と遜色がなくなってきてるということをちょっと言いたかっただけでございます。そんなわけでアップル DS の紹介でした。バイバイ。誰も何も言わないから最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう。バイバーイ。